こんにちは、ねるチャンネルです。今日もマインクラフトの方をやっていきたいと思います。で、前回ですね、羊牧場を作って、で、ちょっとなんかまあ色とかを揃えたいなと思って冒険してて、洞窟があったんで洞窟に入ったんですけど、その洞窟でダイヤを5つぐらい見つけまして、やったと思って取って帰る途中ですね、クモさんに押されてマグマダイブしてしまい、全部アイテムがなくなりました。もうね、ちょっとって感じだったんですけど、まあなんとかね、とりあえず少し色も足せたので、ちょっと羊牧場の方を見たいと思います。じじゃーんと、でこんな感じになりました。でやっぱりね、こう、ちょっとずれちゃったりで、羊がね、こう、色混ざっちゃって、なんかこれ、作してる意味ないかなって思ってるんですけど、まあ、こんな感じでやってみました。で、やっぱあと、砂漠が見つからなくって、サボテンがないので、緑系が足りないんですけど、まあ、それ以外だったら、全部とりあえず揃えられることができました。で、今日は、まあもう牧場はこれでいいかなっていうところなので、あそこの方にね、植林場を作っていこうと思っています。じゃあ早速。で、植林場はこの、ここら辺の、なんだろう、高さにして作っていこうと思います。なくなった。よいしょ。とりあえずじゃあまた周りを削ってから埋めようかな。で、とりあえず今苗木があるのが白樺とオークと、この前探検に行った時に見つけた松の木の苗木があるので、その3つを植えたいと思います。でも松の木は1つしか苗木ないんですけど、どのくらいの大きさにしようかな。そう、全部ね、あれ、そのマグマダイブしちゃってなくなったんで、松明とかも全然ないんですよね。こんなもんでいいかな。どこいるの？よし、ちょっと砂取ってきます。よし。じゃあね、この辺から作ろうかな。ちょうどこの色変わってるとこにでも。そういえば、マインクラフト P の方も、なんかもうちょっとしたらバージョンアップするみたいですね。個人的にはすごいネザーとか、あとなんだっけな、ゴーレムができるっていうのがすごく
嬉しいですね。村人とかとも交易なんかもできるんですかね。あんまり詳しく見てないんですけど、なんかそういうのできたらもっと P の方も楽しくなるよなって思ってます。じゃあ適当にね、まあ3、4、5、6か。もうちょっと広げたいな。まあいっか。とりあえず上にガラスとかはしないでこのまま育ててみようかなと思ってるんですけど、なんかよくわかんなくて、松とかはどうなんですかね。上にガラスとかあってもちゃんと生えてくれるのかな。よし、とりあえずじゃあここに松を植えて置く。白川と、いいね。ちょっと松明を作ろうかな。多分ね、まだ石炭は残ってると思うので、ちょっと今回もうなんだろう、松明つけたら終わりになりそうだけど、結構湧いてますね。わざと爆発させたらどうなんだろう。そんなに大規模じゃない。そう、一回冒険してる時に狼見つけてペットにしようと思ったんですけど、奴らはこのゾンビ肉で回復するんですかね。結局ね、帰ってくる時どっかで亡くなっちゃったのか、くっついてこなかったんですよね。じゃあ松明置いていこう。よし、いい感じかな。後々ね、もっと伸ばしていこうとは思うんですけど、とりあえず今はこんだけでいいかな。そうだ、ちょっと羊の毛を買って、次の建物に向けてなんか、色を集めとこうかな。重たい。マグマダイブしちゃったとこって、ここの下の洞窟なんですけど、すごいコウモリいるんですよね。これって普通なのかな？重たい重たい。コウモリすぎてね、近づくたんびにこんな、すごい重くなっちゃってるんですよね。道連れ起こさなくなるのって何マスぐらい？横が土とかで埋まっとけばいいんですかね。重い。やりづらい。もっとね、効率よく羊の毛が回収できればいいんですけど。ちょっと羊今重たいから移動しよう。
じゃあ最後に畑をこうね、あ、やっちゃった。畑のこの装置を動かして終わろうかな。じゃあ行きます。ザバーと、あ、一個育ってないのあった。何回やってもこれ気持ちいいですね。いつもこれやるたびに早く育たないかなーなんて思ってまた植えるんですけどね。よし、じゃあ今日はちょっと短めだと思うんですけど、こんな感じで、植林場を作ってみました。ガラスを上にやるかどうかすごい迷ってるんですけど、もう今木が生えましたね。なんかそんな言うほど高く育たない気がするので、そんなしなくてもいいかなとも思っています。そう、じゃあ次回はまたこの木が生えてきたので、木を切って家の周りとかに柵をして、湧き潰しなんかをしつつ、ちょっとねまた村らしくしていきたいなと思います。まあこんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。以上、ねるチャンネルでした。